ドラマ、天国と地獄で、身の毛もよだつ狂気の演技を披露している、人気俳優の高橋一生さん。にじみ出る何とも言えない色気。万華鏡のようにくるくる変わる。その表情も見逃せませんよね。しかし、あんな個性的で、魅力的なオーラをまとう彼は、一体、どんな過去を持っているのか。気になって調べてみると、そこには、衝撃的な彼の半生が、浮かび上がってきたのです。高橋一生さん、1980年生まれの40歳。生まれも育ちも東京で、学歴は堀越学園高校を卒業。同級生の V6 の岡田准一さんは、家族同然というか、恋人同士かと噂されるくらい、仲が良かったそうですね。俳優になろうと思ったきっかけは、大好きな祖母が児童劇団に入るのを、勧めてくれたからだったそうです。幼い頃から割と引っ込み思案で、内向的な性格なのを心配して、祖母がいろんな習い事をさせてくれて、その中の一つだったのだとか、その児童劇団の発表会で、演技する高橋さんを見て、祖母が泣きながら喜ぶ姿を見たとき、俳優を続けよう、と、そう思ったそうです。1990年映画「星を継ぐ者」で、子役として出演したのが、芸能界デビューになりますから、すでに芸歴30年を超えている、高橋一生さん。1995年スタジオジブリの映画、耳をすませば、では、天沢聖司の声優として注目を集め、2004年ドラマ「怪奇大家族」で、連ドラ初主演をしています。そして転機となったのは、2013年のドラマ「ウーマン」で、新境地を開拓したかと思いきや、2015年ドラマ「民王」での、秘書・貝原の役では、今度は、ひょうひょうとしたコメディアンぶりを発揮して、カメレオン俳優と称され、名だたる賞を受賞しただけでなく、スピンオフドラマまで制作されました。2017年のドラマ「カルテット」、NHK 大河ドラマ「女城主直虎」の小沼さつぐで大ブレイク。まさに世の女性たちの間では、まさつぐロス現象が巻き起こり、同年、朝の NHK 連ドラ「わろてんか」でも、主要キャストを好演し、ついには、アンアンでヌードグラビアを披露し、世の女性たちのハートを完全制圧。2017上半期、ブレイク俳優ランキングでは、全世代別ランキングで、首位を独占する偉業を達成。一気に国民的俳優となりました。彼の品のある笑顔から察すると、今までの人生は公私ともに順調だったのでは、そう思っていたのですが、高橋さんのプライベートには、実は信じがたいほどの闇が隠されていたのです。高橋一生さん、なんと男ばかり5人兄弟の長男。ただそれだけではなくて、一味違っていたのです。というのは、母親が3回も結婚したせいで、父親も3人より、兄弟5人も、一部は父親が同じ子もいれば、異父兄弟であったりする子もいる。かなり複雑な家庭環境に育ってきたそうなのです。しかも、元実家は赤坂だとも言い、確かに複雑な家庭環境にはあるけど、赤坂に住めるってことは富裕層なのかと誰もが考えると思うのですが、確かに過去には赤坂に住んでたこともあったにはあったのですが、なんと家族揃って東京都内を10回近くも引っ越しして回っていたようなのです。その謎の転居歴の理由を調べてみると、どうもその高橋さんの母親の身勝手な生き方が大いに関係しているようなのです。高橋さんの母親は自らを実業家と名乗っていて、怪しいビジネスを起こしては失敗し、またしばらくお金を貯めては証拠りもなく同じように怪しいビジネスを起こしてということを
ずっと繰り返していました。その度に引っ越しを繰り返したばかりでなく、借金で首が回らなくなってきたら、息子の私物を勝手に売り払い、それだけでは足りぬと、なんと息子たちに向かって、お前たちの友達の親に、お金を借りてこい。と、とんでもないミッションを、下したりするのも一度や二度ではなく、なかなか、こんな親はいませんよね。そして、ビジネスのセンスもなければ、男を見る目もまるでなく、結婚と離婚を繰り返し、気づけば、別れた旦那は3人、子供は5人。お金がどれだけあっても、足りませんよね。それでも、そんなダメな母に代わって、高橋一生さんは、なんと、4人の弟たちの面倒を、懸命に見ていたそうです。高橋さんが、18歳の時に生まれた、5番目の弟に至っては、おむつ替えまでしていたそうです。若くして、相当な苦労をしてきたことが伺えます。そこまで、息子に、自分の代わりをさせておきながら、母親は、高橋さんに、以前こう言ったそうです。あんたなんか、大した顔してないんだから、隣のあんちゃん役を目指しなさい。とも言われ続けていた高橋一生さん。最後には高橋さんの車を母親が勝手に売ってしまったことでブチ切れて家を出たそうですから、そんな母親のことを高橋さんがよく思えるはずもなく、母親は2015年53歳の時癌でこの世を去ってしまうのですが、そんな高橋さんと母親が和解したのは家を飛び出してから10年後のこと。しかも、その再会についても、最初は、三男から母親が、癌だと聞かされても、会うと口論になるから、少し弱ってから連絡をくれるよう、面会を拒否したのだとか。ちなみに、その三男というのは、ネバヤンというバンドのボーカルの、阿部優馬さんだというのは驚きですが、それでも、高橋さんは、母が亡くなる1週間前に、会いに行って、母親から、今までいろいろとごめんね、と言われた時には、弟たちのことは何とかするから、ゆっくり休んで、最後の最後にそう言えたのだそうです。後に高橋さんは、どんな家族でも自分の家族だと、感謝の気持ちを口にされていました。なんとも切ない気持ちになりますね。この話で、ふと思い出すのは、2018年の斉藤工さん監督の、映画、ブランク13です。借金を残して失踪した大好きな父。13年ぶりに再会した彼は、癌で余命3ヶ月だった。そんなストーリーでしたが、高橋一生さんは、愛憎が入り混じって、自分でもどうしたらいいか。わからない主人公の心の中を見事に演じきっています。まさに彼の実体験そのものがそこにあったのではないでしょうか。今思えば弟たちの面倒を懸命に見ていたのももちろん弟たちのためでもありますが、少しでも母の助けになればという気持ちもどこかにあったのではないでしょうか。そんな高橋さんの苦労しつつも家族思いで感謝の気持ちを持つその心が、今の彼の儚げで優しく艶のある何とも言えない色気につながり、遅咲きの大ブレイクを迎えたのも決して外見だけではない、本物の役者としての資質が見る者の心に刺さるからではないでしょうか。あるインタビューで、生きていく上で支えになるものは何だと思いますか?という質問に対して高橋さんは、自分しかないんじゃないでしょうか。他者に依存していられませんし。ただ、自分自身はいろいろなものからできているので、そういう意味では、すごく近しい周囲の人々を含めての自分なのかもしれません。こんな深みのある、それでいて、優しさが伝わるコメントができるのも、壮絶な過去があったからなんですね。あなたはどう思いますか?高橋一生さん。これからも
素晴らしい演技を期待して、陰ながら応援していきます。